北条町駅は、兵庫県火災医者条町北条駅前町にある、北条鉄道北条線の駅。同線の終点であり、火災市の代表駅である。片面ホーム一面一線を有する地上駅。東側に安全側線、西側に研修湖へつながる分岐線が付設され、夜間大白も設定されている。駅入り口に待合室がある。 王城鉄道の本社が併設されている有人駅であるが定期券、回数券以外の一般旅客は基本的に車内生産のため駅構内に自動券売機はあるが自動改札の設備はなくまた駅員による改札業務もない ATS 設置済み男女別の推薦式便所が置かれている以前は着回し線が付設されていた駅舎は2階建てで その1階には観光案内所が併設されており、玄関脇のエレベータータワー及び、外階段で、アスティア火災とペデストリアンデッキで接続されている。なおアスティア火災は2001年まで、北条町駅のあった場所である。蒸気機関車 C12 時代蒸気機関車 C12 が活躍していた当時は、混合列車が運行されていた。客車は、 ハ六61120が使用されていた。駅構内の線路配置は、旅客、貨物を合わせて5線あった。旅客ホームは島式で一面2線で、旅客上屋はなかった。駅本屋側には貨物ホームがあり、一面一線で貨物上屋があった。駅本屋の向こう側にも貨物ホームがあり、ここには農業倉庫が立ち並んでいて、 農業倉庫と線路の間のホームの幅は、オート三輪が通れる幅があった。2020年9月1日ダイヤ改正より、従来より、朝3往復、夕方に往復増便の22往復となっている。駅は、兵庫県道23号三岸総線に接しており、この道路を挟んで向かい側にアスティア火災が存在する。アスティア火災停留所、アスティア火災停留所名を、 当駅から徒歩約10分のところに高速法上、バスストップが存在する。2010年10月16日、当時兵庫県豊岡市のホテル経営者に飼われていた、同年生まれの日本猿の小猿2匹、ね、姫と、ラカンが当駅の駅長としてデビューした。旧国鉄法上線から移管された1985年以来、赤字続きである一方、2007年に、 和歌山電鉄にデビューした猫の駅長、玉駅長が2010年に、その和歌山電鉄の執行役員に就任するなど、人気が高まっていたことが、背景にあった。この小猿2匹の駅長就任は、当時の北条鉄道社長たる、加西市長の直談判から実現したものであり、2匹をのるのには、地元特産の晩秋式で作られた制服が、用意されたほか、 前期2匹をの,ののの名前についても北上鉄道側で実施された一般公募によりそれぞれ命名されている。出勤は月1から2回程度で、当初は小猿2匹の飼い主である前期ホテル経営者も同伴する形で出勤していた。2011年3月11日に東北地方を中心に東日本大震災に見舞われた折には、その翌月に飼い主と共に 二匹おのの首から小さな募金箱を下げて利用客に被災者支援の募金を呼びかけた。しかし2011年8月に入ってから出勤の際同伴していた全機飼い主が体調不良を訴えたところから小猿駅長たちは急回りした。そして小猿を北上鉄道側に無償退位をすることで飼い主と北上鉄道の社長である 火災市長との間で合意に達し、兵庫県から飼育許可が降りるのを見計らう形で、同年10月15日に復帰する運びとなった。その後、2014年後半から2015年にかけての時期には、牧という名の小猿駅長が出勤していたが、2016年4月7日付で、当面の間お休みすると告知したのを最後に、現在に至るまで、 小猿駅長たちの消息は何一つ伝えられてきていない。ところで、未だ前期ホテル経営者の同伴の下で、小猿駅長たちが出勤していた2011年4月から5月にかけての時期、同年4月に生まれたばかりのメスの赤ちゃんザルの初披露のため、同年5月15日、当駅に赴むこうとしていた。しかし、その2日前の5月13日になって、 飼い主が経営するホテルのもとに、選挙期間中となるので、北条町駅に出勤しないように等の要求が、記された匿名のハガキが届いた。折しも、前期、5月15日は、火災市長並びに、同志議会議員の選挙の告示日に当たっており、選挙戦への影響を懸念してのことと思われたが、これに対し、小ざる駅長たちのい主たるホテル経営者は、匿名は卑怯であり、 要求には応じられないと憤通っていた。ありがとうございます。